漢方の里ならでお電話お待ちしています。先週に引き続き関西ジャニーズジュニアの最新ユニットボーイズビー特集をお届けします。メンバーの意見のもとそれぞれの担当を決定する今回の企画、現在までに11名中4名の担当がこのように決まりました。続いてのメンバーは亀井くん、はい、おはようございます。亀井くん自己紹介お願いします。にっこりきらりかえりです。特技は最近やり始めたバトンです。バトン、すごい。自分で考えたこれは。はい。大悟もあんの？ありますよ。何？大悟くん。ありますあります。似たことない。僕もでもちょっと似てますやっぱり。韻踏む感じ。ああ。じゃあちょっと一緒までいいですか？いいですか？いきますよ。1、2、3、4、大悟！これです。最近これ遅います。1ポイント。よかったな。ありがとうね。ありがとう。それでは、うん、亀井くんが考えた案と、うん、他のみんなが考えた案をご覧ください。はい、デザイン担当、はいはいはい、でにっこりきらり担当、おお、さっき言ってたね、はにかみ担当、うん、アイドル偏差値高め担当、おー、ダンス担当、ポージング担当、実は大食い担当、痩せ我慢担当、はい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 、あ、自分ではデザイン担当、はい、なんかデザイン、なんかデザインできたりするん？あ、ちょっと持ってきてるんで。持ってきてんの？デザイン持ってきてるって何？それでは亀井くん自ら持ってきてくれた手作りの衣装とそのデザイン画を見せてもらいます。こういう小学3年生の時から、はい、ジャニーズにすごい憧れてて、はいはいはい、お家でジャニーズごっこするために、はい、ママと一緒にこういう僕がデザインしたのを元にして、うんうん、一緒に作ってました。すごいや。お母さんとその衣装は作ったってこと、そのデザインは、はい、かえりくんが考えて、僕が描いてこういうのだったり、あ、ちょっと、あ、これ、ね、なるほど、これは上は買ったものなんですけど、うん、ジャニーズっぽくこういう星をつけて、あ、装飾をつけて、あ、あるよね、実際にそういうのしますしね、うんうん、ナポレオンっぽいやつね、うん、うわ、ほんで赤のやつはセクシーゾーンさんのイメージした、いや、すごいよ、マジで。クオリティもさ、すごい高いよ。いや、そうなんよ。ねえ、普通に着れるよ、だって衣装で着たい。てか次のコンサートとかなんかね、自分で作ったのとか着ててもなんか面白いですよね。そう、いずれだからね、このボーイズビーのユニットの衣装とかも、うん、はい、それで一回一個変えてきたんですけど、うん、え、ボーイズビーのめっちゃダサいと思うんですけど、うん、なんかこういうボタンをボーイズビーっていうの、うん、あ、おお、すごいすごいすごい、かわいい、かわいいかわいい、なんかまだ色とかは決めてないんですけど、うんうん、ここら辺をメンバーカラーができたらこういう空いてるところをやろうかなって思って。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これはちょっとね、すごいな。好きな子とかはいたりしましたけども、うん、自分でこう作ってきてっていうのはそうね、いないですね。デザインだけとかやったらあれやけどね。でその他にもポージング担当、ポージング担当、つかさがポージング担当って書いてますけど、前マイジャニでやってたね。最初のフレッシュマンで写真撮影の時にいろんなポーズができるっていうので、はいはいはい、一人でやらさせていただきました。うん、せっかくなんでね、大先輩の大悟くんと俺か、はい、二人でポージングをいくつかね、ここで撮っていただくこととかできますか。みんなも勉強したいしね、やっぱり大悟のポージングをね。アンアンにも乗ったことあるからね。アンアン。ということで、なにわ男子のセンター西畑大吾大先輩と亀井くんによる写真撮影のポージングコラボです。何この力、ね、何なの、どこでポージング勉強してんの。何がよ、結構お金みたいな出てきてたけど、全部アンアンよ、全部アンアン、全部アンアンから、アンアンへの風評被害、何ですか。嘘でしょ。いや、すごかったよ。すごかった、うん、めちゃめちゃアイドルやった。マジか、どんな感じやった。あ、なるほどね、俺もやってたでしょ、今日ここって。ちゃうって、なんか嫌やねん。そのなんかインナーが見えてる感じも嫌やねん。あ、おっこいいやん、これ。ないねん、それ。
と気のせいかな、なんか途中カウカウさん、ね、ディスタンスあるからちょっと触らなかった、うん、なんでよ、ちょっと大吾もこう危ないよね、こんアイドル、うん、ちょっと路線ずれて行ってたもん今、マジか、危なかった危なかったよ、一応キラキラ路線なんですけどねそう、危なかったよ、そう見てるんですけどね、亀井くんどうでした、一緒にやってみて、いやなんか石畑くんのホルモンがすごい出ててかっこよかった、ホルモ ン, ルモンマジか、あのフェロモンじゃなくてホルモンかどこのホルモンが あれかな、あ男性ホルモンってことか、そっちやな、分かんないそんな言い間違いも可愛らしい亀井くん、一体どんな担当にするのか、亀井海里はボーイズ B のデザイン担当にします、はい、素晴らしかったです、やばい、それはそうですよ、でも逆になんで周りにデザイン担当っていう子がおらんかったのかなっていう、そう周りにはあんま言ってなかったのかな、あ言ってなかったです、あそうなんや、そうなんや、そうなんや、だからかすげえ隠し玉や、いいですね、今後もいっぱいデザインしていってほしいね、そうですね、なんか亀井くんらしさが出るようなデザインですね、そうですね、西畑はこれからなにわ男子のホルモン担当ホルモン担当、はい、これからずっと言います、ホルモン担当、なんでホルモンなんですかって言ったらホルモンが出てるみたいですアホなっぽい思われてこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします、買ってから一度も洗ってない、マットレスは洗われへんやろ、でも除菌が当たり前の時代なのに、ほんまや、マットレスだけ進化してないと思う、そのお悩みフランスベッドが解決します、徹底除菌キュリエス AG 誕生、銀イオンで徹底除菌、独自スプリングで徹底通気、こんなの待ってた、銀イオンで綺麗が続くキュリエス AG フランスベッド、全ての人が医療を受けるべきなんですよ、病気になったら病院に行く、たったそれだけのことを当たり前にしたい、子供たちは幸せにならないといけない、世界のどこに生まれても命の重みは同じだから、一番格差があってはいけないのは医療だ、救いたいのは彼らの人生なんです、ジャパンハート、 AC ジャパンはこの活動を支援しています、ということで続いて丸岡くん行きましょう、丸ちゃん紹介お願いします、丸岡高生です、うん、特技はおならの音を手で鳴らすです、これは一回やってもいや、ちょっと聞きたいね、分かりやすいですよ、うん、やってもらった方が早いいいですか、すっげえもうめっちゃ心地いいおなら、そうね、なんかあの綺麗なやつよね、綺麗アイドル、アイドル、そうそうそう、アイドルのおならアイドルのおならって感じですよね、それでは、はいはい、そんな丸岡くんが思う自分の担当と他の10人が思う担当を紹介します、うん、はいはい、こちらです、うん、おお笑いツッコミ担当、はい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 、おその他にもお笑いツッコミ担当がね、いるやん、2人いたり、うん、元気いっぱい担当、ダンス担当、ムードメーカー担当、盛り上げ担当、いたずら担当、お猿さん担当、あーはいはいはい、これなんか意外やね、お笑いツッコミなんや、お笑いツッコミなんや、うん、はい、あ、まゆちゃんツッコミなんやね、はい、初めて知った、一回いいですか、うん、まるちゃん、まるちゃん、まるちゃん、バナナ、バナナ、あバナナ、バナ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 格闘技術じゃないですか、難しい方じゃないですか、普通のツッコミとかより世界一可愛い、もうええわ、いや可愛かったもうええわ、癒されるツッコミやと思う、癒されます、嫌な気にならへん、あ、じゃあちょっといいですか一についてよーい、トングカシャカシャ、日本一、そっちかい、そっちかい、困った、そういうパターンもボイスビーはあります、ボイスビーはいろんなパターンができます、
うね、はい、こっちから来るかな思ったらまさか後ろから、ね、後ろから来るパターンも後ろからねそういうパターンもボイズビーはある、ね、日本一担当やじゃあそう日本一担当ですからすごいねちょっと俺このお猿さん担当気になんねんけどこれねあ、はいはい、どういう担当お猿さん担当何よいつも猿のモノマネとかやってるんで、まあ、多分それでなるほどねちょっとやってもらえますいけますか、はい、してもらおうかじゃあ、はい、ウキ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 はいこれです日本一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 素晴らしい日本一だからワンセットワンセットですから日本一でワンセットやから日本一ですから今後上垣くんとのコンビネーションに磨きをかけてほしい丸岡くん果たして選んだ担当とは丸岡高生ははい、ボーイズ B のお笑いツッコミダンス担当ですおお猿なかった何で選んだんですかそれはなんかボーイズ B にはボケとかが多いんで、うんまあ、ツッコミ勉強していきたいなと思っておあはいはい、そうだね、これは関西ジュニアのグループのあるあるですよねいやそうね、うん、そうボケがめっちゃ多くて多いツッコミが大変っていうのは、うんあるんで、ぜひともツッコミね磨いていただければなと思います、うん、はい、お願いします、はい、お願いしますはい、続いては、うん、上垣くん行きましょう上垣くんも日本一担当なんでかわいそうやかわいそうや紹介したってよ勝手に日本一、日本一決められてさすごいよいや、すごいよ彼のポテンシャルすごいなと思いましたもちろん、もちろん他にももっとありますからそうですね、ちょっと気になるねじゃあ、ご紹介からやってもらっていいですかはい子供きなんの木上垣ですかわいいかわいいなんでんなそういうのいいですねね、それではじゃあどんな票が集まったのか、はい、こちらですボケ回収担当、はいはいはい、お笑い担当漫才担当モノマネ担当インテリ担当もちもち担当アクロバット担当マジック担当あれやっぱりボケ回収担当やっぱそうなんやねだからあそっちかあそういうことかだからその1個の日本1位もそうやもんねあはいあれで回収してくれたわけだから回収してくれたもんね、はいはいはい、だって上垣くん自分で漫才のネタ考えたりしてるもんねあはい前佐野くんとやってねやつだもんねそこ自分で考えんねやネタ自分で考えてるってすごくないすごいですよね考えるし回収もできるしそう最高よねすごいですよねほんまや日本一位のだって間すっげー心地よかったそうね、うん、今で言ってくれるもんねそうそう心地よい時に言ってくれますからね、うん、なんかちょっと増やしてほしいですよね日本一世界一レパートリーよそうそうレパートリー何個かね兵庫やったら1位やろとかその辺のコアなところもちょっと攻めていけるような確かに確かにそうですねでもアクロバットもできんのあはいバク転バク転ができるやんいやすごいなステージ上とかでもしたことあるんかなはいしましたうわギャップやなんかお笑いもできるしこういうねアイドルっぽいアクロバットもできるそうねもう見た目は可愛いですからね、うん、マジックも手先器用ないやそんなこともねんかもしれない可愛いな今の言い方めっちゃ可愛かった今の今の言い方めちゃめちゃ可愛いなめっちゃ可愛いやMC の先輩たちをメロメロにしちゃう上垣くん一体どんな担当をチョイスするのでしょうか僕上垣浩介は、はい、ボーイズ B のインテリ担当ですインテリ担当インテリちゃんと勉強してるんであちゃんと勉強してんだよなるほどねあのまだまだインテリって名乗っていけるほどじゃないんですけど、うん、これからも勉強頑張りたいと思います。あーね、日本一インテリ担当。あーはい。無理やりや。無理やりや日本一インテリ担当。来るから。まあまあそうね。惜しかったからね。せっかくの旅行。でも60代になると目的地よりも気になるのは次のトイレ。そんな旅行中の頻尿に奈良八味地黄丸錠。尿トラブルの原因は血液や水分の巡りが滞り。膀胱が硬くなって尿を溜めづらくなるからそこで医薬品奈良八味地黄丸錠貴重な8つの生薬をたっぷり 2200mg も配合血液や水分の巡りを促し体を温め膀胱の働きを改善頻尿や肝尿に飲んで効く奈良八味地黄丸錠通常価格6578円のところ初回限定半額以下の2090円お申し込みは 0120-89-8214
49-8383、よーく八味八味まで。奈良八味地黄岩城。じゃあ続いて崎本くん、はい、うん、はい、自己紹介お願いします。関西ジュニア1、笑顔多い崎本幸太郎です。おお、そうなんですよ、笑顔いいんですよ、キラキラしてますから。アイドルで笑顔は絶対ですから。大事ですよね、やっぱり。あ、笑顔多いです。あ、笑顔多い、あ、笑顔いいじゃないんだ。あ、俺笑顔いいやと思った。ええ笑顔、あ、そっちの A じゃなくて、あの、二重じゃなくて三重なんです。わかった、バカすぎるやろ今の。絵が多いってこれのことを絵と呼ぶなのか、逆に家にめっちゃ絵多いとか、そう思ったよ。そういうことなんだ。あの、二重とか三重とかの絵ね。はい。あ、三重なんや。あ、三重なんや。すごい、それのこと、えっていう人初めて聞いたわ。笑顔もいいしな。笑顔もいい、しかもな、笑顔もいいし、絵も多いし、かけてますからね。いいやん、それでね。あ、いいですね。ね、それではそんな崎本くんが思う自分の担当と、他の10人が思う担当はこちらです、うん、動物大好き担当超ポジティブ担当、セレブ担当、シャレオチ担当、はい、靴収集担当、笑い上語担当、スポーツ担当、インドボード担当、スケベ担当。すっげー小学校って感じすんな。ってなるの。いいですね。すね自分的にはね、動物大好き担当ってことで、動物飼ってたりするんかな。あ、トカゲ1匹と猫3匹飼ってます。猫3匹。わー、すごい。あ、なるほどね。動物大好き。セレブ担当って。セレブ。お、なんかセレブなんですか。なんかセレブって感じがするんですよ。なんか品があるっていうこと。そうですね。いいところの子なんやろなっていう。いい育ちで。やっぱお家にも絵が多い。うん、え、あ、お母さん絵多いです。お母さん絵多いですっていうのは、お母さんの絵が多いってこと。絵が多い。分からない。やっぱりこの真相はもうやめろ。あんまそんな突き止めたらね。そうです、ね、難しい。セレブ担当。そういうところでシャレオツとか靴収集っていうのがあるのかな。あ、うん、なるほど。でね、まあ、みんなが笑ってたので言えばスケベ担当、うん、これ丸岡くんが言ってます。どういうあれやろ、ね、これスケベなんですか。スケベですね。スケベってどういう時の思うの。いや、スケベって、え、なんか私もネタ用語とかいっぱい言ったり、うん、何がおもろいねん。セクシー担当とスケベ担当は違うの。違うでしょ。別、また違う。あ、違うんか。ピザ君はまあセクシーって感じ。どちらかというと僕のイメージからすると、うん、そうなんですか。若干セクシー。スケベ担当ではないですか。スケベじゃん。俺から見たら大吾はスケベ担当ですか。スケベです。僕はスケベです。ですよね。僕はスケベです。ですよね。男は全員スケベです。まあまあそれはね。まあそれ分かった上で。なるほどね。じゃあ可愛らしい。ね。なんか今日一番楽しそうやもん。そういうもんですよ。もうスケベですから、ね、はい、そうです、そうです。そんなメンバー全員から愛され、いじられ役の崎本くん、果たしてどんな担当を選ぶのか。僕、崎本幸太郎は、はい、動物大好き担当にします。よかった、よかった、よかった、そこに落ち着いてよかった。よかったよ。ボーイズミーのスケベ担当ですよ。なんか可愛いな、なんかね、こんな可愛らしい子ね、うん、いや動物大好き、やっぱ動物好きやもんね、うん、そういうお仕事にもね、繋がってくるかもしれません。そうですね、動物の番組とかもありますので、うん、ね、そういうの勝ち取ってください、はい、ここでですね、はいはい、11人中8人の、ね、うん、担当が決まったので、ね、はいはいはい、次の企画に参りたいと思います、はいはいはい、題してボーイズビーで付き合うなら〇〇くんランキング。もし自分が女の子だったらボーイズビーのメンバーの中で誰と付き合いたいかというアンケートの結果をもとにランキングを作成。今回は人気の高かったトップ3のメンバーを発表しちゃいます。あるんやね、小学生でも。あるんかね、ちょっと気になるね。みんなね、ガチで選んだみたいなので、ね、うん、はいはいはい、こちら発表したいと思います、はいはい、こちらです。え、おお、え、はいはいはい、やった。嬉しそう、嬉しそうやな。すごい。1位がスミくん、おね、すごい、5票、5票、
ボイズビー11人中5票すごい。で2位が山中くん、まあビジュアル担当ですからね、うん、本票すごい、うん、で上垣くんが3位、うん、あなるほど、まあ、3位からいくじゃん。3位ね、うん、千田くんとかはじゃあ上垣くん選んでますけどどうですか、どういうとこ優しそう、優しそう、そうそう優しいから優しいね、うんうん、あ優しい、やっぱね付き合うってなったら優しいのって大事ですよね。そう、優しさね。でやっぱりこう関西人からすると面白い人ってすごいね、ポイントも高いでしょうから、はいはいはい、なるほど、そういうところか。北村君は、北村君はなんかいろいろできたりするところで、うん、あ多彩な、浅いよね、やっぱ多彩なところ、そういうところがやっぱり刺すんやろうないいですね、女の子ならいもんね。そうですね、うん、はい、じゃあ2位、うん、ね、すみくんはなんで山中くん選んだんですか。なんかやっぱりなんか一番喋りやすい、あなんか雰囲気的に和みやすいというか、そうなんや、まあ、落ち着いてる感じがあるのもそうなんかもしれないね、あ大人っぽかったりね、うんうん、大人っぽいもんね、色気もあるもんね。崎、ね、本くんは、山中くんはなんかめっちゃ優しいし、うん、何より顔がタイプです。おぉ、あるん顔タイプとか、顔タイプあるんちゃんとプロポーズちゃんとプロポーズだったな、ね、顔が好きなんやすごっ、いいやん、ハンサムやもんね。いいですね、いいね、じゃあ次ね、1位堂々の1位ですから、もうダントツじゃないですか、うん、もう5票なんてすごいですよ、うん、あっちゃん、なんで選んだん。なんかスミ君はちょっと頭悪いんですけど。スミ頭悪いの？そのイメージは、うんうん、なんか笑わせてくれるみたいな。うん、やっぱりね、そこやっぱムードメーカー。あとなんか何でも励ましてくれそうみたいな。あもう優しいですから ね、 ね。めっちゃだってスミがニヤニヤしてるもん。ずっとニヤニヤしてる。ずっとニヤニヤ。嬉しいやろね。そうですね。その他にも、うん、まあさっき2位におるね。山中くん、そうやん、ああほんまほんま、だからもう2位からもどういうところが、どういうところが、あの何事にも真剣に取り組んでくれそうなところが好きです。なるほどね、だってさっき一発ギャグ考えてる時もうんどうしようっていう感じだったもんね、うん、そういう真剣さがいいのね。いいですね、じゃあ丸岡くんは、なんか隅がいたら、うん、頼もしいから、なんか、うん、何があっても安心できるみたいな。おー、さすが最年長。これメンバーから言われるの嬉しい。嬉しい、いいですね、頼りになるって言われるのやっぱ嬉しいよ、ね、めちゃめちゃ褒められてるやん。またごめんよ、どうすみ、あだすあだす、軽い軽いな。恋人にしたら1位ですか、はい、言ったらもうすごいボーイズビー内での、うん、すごいやん、うん、そうですね、めっちゃ嬉しいな。嬉しさのあまりすみくんの笑いが止まらなくなったところで、今週はここまで。謎にマスクを褒められる。次回いよいよボーイズビー特集完結編、全ての担当が決定します。さらに白熱の早押しクイズバトルで大盛り上がり、お楽しみに。韓国この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。実は60代以上の3人に1人が膝、腰、肩の痛みを抱えています。その数全国でなんと3000万人。そう、あなただけではありません。そんな痛みに富山常備薬グループから貼るという選択肢、1枚貼って24時間効く、それが第2類医薬品の湿布薬ジェルテープジクロ。関節痛の主な原因は加齢とともに軟骨がすり減り関節に炎症が起きるから、ジェルテープジクロは医薬品有効成分ジクロフェナクナトリウムを 1000mg 配合、原因物質をしっかりブロックすることで痛みに直に効く。さらに使いやすさに込めた富山の技術、実は日本で唯一の形状ジェルとテープの一体型。ジェルタイプだから肌に優しく、テープ一体型だから剥がれにくい。曲げ伸ばしの多い関節でも効果はなんと24時間持続。貼り薬なので飲み忘れや飲み合わせの心配もございません。痛い膝、重い肩、長引く腰の痛み、辛い関節痛に1日1回貼るだけで痛みに直に効く、ジェルテープジクロ。正真正銘富山が生んだ本気の湿布薬ジェルテープジクロ。
1セット28枚およそ1ヶ月分を通常税込み6160円のところ、初回限定価格半額以下の2090円でお届けいたします。お申し込みは0120-296-700 296-700ジクロ700。お電話限定のお得なコースもご用意しております。お電話は今すぐ。